今回はディフューザーを使って乾かしていきたいと思います。ただ乾かすだけではなくて、でこちらで半分に分けて、こちらからこちらをディフューザープラスホホバオイル、こちらをディフューザー使わず普通のドライヤーでオイルもつけずに乾かして、現状どうなっているか癖の具合をチェックしていきたいと思います。はい、ではここからこちら側をディフューザープラスホホバオイルと、ここからこっち側をただただドライヤーで乾かしてみます。オイルつけるんでこっちを優先していきます。つけ方は今までと同じですが、まあ、表面を多めに、内側は少なめで、でここからディフューザーを使って乾かしていきます。ディフューザーはこちらです。 Amazon で2000円ぐらいだったと思います。私が使っているドライヤーはこのナノイーの結構前のやつなんですが、アジャスターがついていて、このアジャスターを押すと口が開くので、押し込みながら入れて、それで装着完了です。で使う時なんですが、私はこのホット、コールド、スカルプとある中のスカルプ、その前にまずは前髪はあまり癖を出さずに作っていきたいので、前髪だけ先に乾かします。いつも通り前髪は親指置きで乾かしました。この後こちらの毛をディフューザー使っていきます。でこのディフューザーをつけた後は、これは合ってるかどうかわからないんですが、私はこうやって巻いて、指でこう巻いたものをこのディフューザーのトゲトゲになっているところに丸く入れ込んで、こんな感じで乾かしていきます。先ほどお伝えしたこのスカルプというものにすると、こんな風に直接腕に当てても全然熱すぎないので、これねホットだとめちゃくちゃ熱いんです。とても当ててられないんですけど、スカルプだとずっと当ててられるぐらいの温度なので、いいかどうかわからないんですが、私はもう地肌も乾かしたい気持ちでスカルプにして直接くっつけて乾かしてます。今ちょっとどんな風にやるかお見せします。直接地肌をまず乾かしたら、次毛先に移っていきます。毛先は、先ほどのこの丸めて中に入れるというやり方なんですが、細かくブロッキングした方が乾かしやすいので、適当にブロックで分けたものを手で巻きつけて、これをここにしまい込んで、こんな感じです。だいたい乾いてきました。私が以前見た美容師さんのやっている動画だと、こうやって乗せて、でただこうやって乾かしていたので、地肌につけるのが本当は良くないのかもしれないんですけれども、まあ、こうすると結構その根元からすっきり乾いて、キューティクルも上からこうどん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 乾かしていくので、まあ、なんとなく収まりがいいような気がしています。今途中でもホッとなっちゃってたんですけど、必ずこの温度低めのスカルプでやることをおすすめします。で、横のこういう分け方もそうなんですが、ここの途中でやりました、こう上を取って上だけやって、でやってる間に下も取っておいて、下に回して、で今度横行ってっていう風に、上と下でも分けるとこの癖の出方が根元からこう立つように出るので、これもおすすめなポイントです。
はい、じゃあだいたいこっちが乾いたのでこちらの方に移ります。でこちらはディフューザー使ってもいいんですけれど、そうするとどうしてもこう癖出したくなってしまうので、現状チェックのためにディフューザーを取り外してオイルもつけず、ただただこの状態で乾かしていきます。はい、大体できました。最近そのスシャンしてからこっち結構感じいいのかな、元の髪も感じよくなってるのかなって思ってたんですけど、そんなことはなかったですね。案外後ろが癖強いなっていうのが今分かりました。分けてみて、結構チリチリです。結んでみるとこんな感じです。モケモケとちょっとこう先っぽまとまってる感じと、両方下ろしてみると、はい、半分とこんな感じです。やっぱディフューザー使うと癖は出しやすいというか、しっかり乾かせる感じもあるし、とてもツヤが出るような気がします。こちらと比べると一目瞭然です。というわけで今日はディフューザーのご紹介とセンターパーツ分けして現状確認をやってみました。こんな感じです。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。